日は地獄の顔トレをやります。はい、50歳からの美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は、はい、この時期顔がね、このダロンとしたりとかしませんか？すごくたるみが気になるとか、マスクをしているこの時代なので、この辺がね、鍛えてないんですよ。で、皆さん表情がなかなかうまく使えなくなってる方も多くて、私たちこのね、下がドヨンとなると、ほうれい線とかね、マリオネットラインとかね、この辺の二重顎とかダルダルダルってなっちゃいがちなので、今日は地獄の顔トレをやります。はい、皆さんしっかりね、鍛えて、ね、しっかり表情を動かせるようにしてほしいんですよ。やはり魅力的な顔って、すごく表情がコロコロ変わる顔の方がすごく魅力的になるんですよ。動く表情っていうのは、このね、筋膜とかはね、しっかり緩めるっていうのも大事だったんですけども、鍛えて動く、こう自分の筋肉がうまく使えてるかどうかっていうのを、今日は確認しながら、だから鏡の前でね、確認しながらやっていただきたいですね。顔トレーニングなので辛いです、一人でやるとね。なので一緒にやっていただいたらいいかなと思っております。皆さん一緒に顔のトレーニングをやりましょう。では行ってみよう。はい、皆さん顔のトレーニングなんですけども、顔トレをするときは、私たちの年代は結構ね、シワとかが気になりますよね、顔トレーニングするとき。なのでしっかり保湿をしながらトレーニングをするのがベストです。はい、でこの時に一番ね、おすすめするのは、手持ちのものでいいんですけども、クリームとかジェルとかって言って、こう顔に乗った時にすごく浸透力がスッと入ってくるものではなくて、結構表面にね、クリームが残るような、ちょっとじっくりどん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 中に入っていくようなクリームタイプの方が向いています。で、私は今回シーラボの ACGエンリッチ LEX20、ね、こちらの方を使っていきます。で、今回は、ね、動いた時に、ね、乾燥しないようにっていうところと、やはりね、保湿と、結構ここエンリッチすごくね、引き上がる成分がすごく入っているので、たるみケアの時はものすごく効果が大です。はい、しっかりつけてあげて、ね、この動く顔にね、対応させてってくださいね。しっかりね、乾燥してきたら足してあげるのがすごく大事なので、皆さんね、しっかり潤わしてからね、やってみてください。じゃあまずやっていきます。はい、スタート。はい、まず首のね、コリをほぐしてあげてください。でね、いつもはリラックスするマッサージではなくて、今日は顔をね、トレーニングしていくので、まずね、ちょっとこう両手、腕のトレーニングにもなりそうですけども、首を細くしていきます。ここのね、こういう感じですね。で、30秒、はい、ストップ。はい、まず30秒やりました。はい、そしたら今度引き上げていきます。はい、スタート。で、まず引き上げていくときにね、あ、どこが凝ってるのかなって考えながらね、だいたいこの辺に大きなゴリゴリがないですか？ね、まずここの部分、あ、ゴリゴリがあったなと思ったら、ここから首にね、流していきます。で、これも30秒ずつね、切っていきますね。はい、30秒経ちました。で、今度は、はい、次ここを折って始めます。はい、ぐーっと持ってきて、こう、ね、ぎゅーっと持ってきて、ぎゅー、ね、この下の顎のラインに入れていって、流していきます。うん、ぐーっと。ね、この辺がね、ゴリゴリね、いう方多いと思うんですけども、しっかりね、流していきたいです。で、痛いね、こういう筋トレとかマッサージっていうのは、毎日はしないでください。ね。早くて3日空けて、
ね、だいたい1週間に1回一度ねやってあげるだけでも全然効果があるので、毎日ねやりすぎちゃうとダメです。はい、これね1分間いきます。ゆ、はい、もうこれだけで結構すっきりしません？ね、だいぶ違いますよね。はい、そしたらこちらやっていきます。ね、ぐーっと、ね、自分の顔を引き上げていきます。ここね、なんかゴリゴリしてるかなっていうのを。まずね、最初からゴリってやるとね、痛くなるんで、まずここがね、通りますよっていう通り道をまず作ってあげる。これを30秒やっていきます。はい、そしたら今度、2本の指をグッと曲げて、はい、グー、ギュー。はい、これを1分やっていきます。ね、ここ、こうね、コツはね、このね、下の顎のところに指がぐーっと入る感じです。ぎゅー。で、このね、強さ乳突筋を止めていく感じ。ぎゅー。これ、準備運動ですね。準備運動。ぎゅー。ぎゅー。ね、みんなまだここ気持ちいいですからね、しっかりやっていきます。ちゃんと流したい、ここしっかり流れてないとね、いくらやってもね、ここで収まってきちゃうんでね。で、ちょっとこう触った時に滑りが悪くなってたら、今度は化粧水をねちょっと手に取っていただいて、お手持ちないです、ちょっと化粧水を足してあげると滑りが良くなるので、クリームとかね、ジェルいっぱい塗ってくるとね、どん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 ね、なんか重たくなってくるので、化粧水足しながらいただくといいと思います。で、次に、このね、肌の横、こうマスクをしてると、この辺が凝るので、しっかりね、ほぐしていきます。では、いきまーす。くりくり、くりくり、くりくり。で、ここね、だいたいこのまま、10秒ぐらいいきます。で、10秒いったら少しずらしていく。10秒ずつね、ずらしていってください。キュッ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 。この頬骨のね、上の部分もね、すごいね、結構凝るんですね。で、脂肪がね、溜まってくると、よっ。で、ここで、ぐーっとこめかみに行って30秒。ね。ここをね、しっかりほぐしてあげると、ここがね、ずっと下がってきちゃうね。このほうれい線目立ってきちゃうので、ここをしっかりね、まずほぐします。で、そしたら今度、額の部分がボコボコしてるところね、自分がちょっとシワがある方は、ここ、ガツガツね、なんかボコボコしてると思うんです。で、ここを、ぐーっと、指の、この指のね、第二関節を使って、ゴリゴリってやっていきます。はい、じゃあ行きまーす。コリコリ、ね、クリームがね引っかかりがある方はちゃんと足してくださいね。化粧水かクリームジェルで、こうちょっとねグリ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 、縦にして横にして、ね、結構ねここまでは気持ちいいんですね。はい、30秒経ちました。はい、そしたら皆さんこの準備運動ね、だいたいこう皮膚が動きやすくなった状態から運動していきます。まずね、このほうれい線に効かすっていうところで、この空気をね、って、入れていくのをやっていきますよ。はい、皆さん一緒にやっていきます。はい。
で30秒で、ここやったら今度下を回しますね。こっち側回していきますよ。はい、スタート。うん、30秒。はい、結構相当痛いと思いませんか。はい、結構ね、普通にこう口を閉じた時に上のね、顎に舌がついてない人、ね、ベロがペトンとついてなくて少し開いてるわっていう方は、この筋力がすごい弱っているので、ね、ここが弱るとこの二重顎だったりとかね、ここら辺がすごくたるみやすいです、この辺がね。なのでしっかり頑張ってやっていきます。じゃあ今度反対回しをやっていきますね。30秒。では、行ってみよう。はい、30秒。はい。ね、結構痛くなってないですか？大丈夫ですか？頑張って。はい。そしたら今度は首のシワを取る運動をしていきます。はい。上向いていただいて、ここをしっかり流してあげて、押さえます。では、行きます。はい、これでいいってやった時のここのね、そして今度はベロね、舌を上に突き上げていきます。はい、30秒終わりました。はい、そしたら今度ね、ちょっと汗かいてきた本当にね、でちょっと乾いてきたなと思ったら拭かしていきます。そうすると今顔のね、半分すごく効いてます。そしたら今度はね、目元の部分で少しね、疲れてると思うので、ここでちょっと休憩を兼ねて眉毛をね、よくほぐしてください。眉毛をほぐします。このギューッと。ここがね、やっぱりね、凝っているとどんどんね、重たくなってきて下がっていくので ね、マッサージとかもね、強くしちゃうと怖いですとか、筋肉ね、動かしちゃうと顔の筋肉で余計シワがいきませんかっていう方いらっしゃるんですけども、たるんでるのが気になる方は、まず筋力が衰えているのでしっかり鍛えないとね、上がってはいきません。ぼーっとしてる場合ではないんですね。で、シワになりにくくするにはしっかりこうやってケアをしながら動かしていくっていうのがすごく大事なので、乾かさないようにして動かしていきます。そしたらね、しっかりね、潤ってくれた上に筋力もアップです。で、そしたら今度目を動かしていくんですけども、目結構ね、老眼が進んじゃったりとか、あと目がかすみ目だったりとかね、疲れ目っていうことでしやすいので、まず指をこう持ってくると、こうやってね、目を指先を折ってください。いきますよ。はい、スタート。
はい、30秒です。で、今度は目をぐるぐる回します。はい、いきます。これはね、10回回していきます。いきます。ぎゅーっ、最後。はい、開けます。で、今度は反対回し。はい、ぎゅー。そしたら手で温めます。はい、頑張ってましたね。ちゃんとね、自分の目を動かした筋肉たちにも頑張ったねって言ってね、褒めてあげてね。そしたらね、あの顔だいぶ動いてきましたね。これだけでもかなりね疲れてると思うんですけども、ここからちょっとねブラッシング最後仕上げていきます。ブラッシング大事です。ね、頭皮もたるみの原因になるってね言いましたよね。で、ここしっかりブラッシングしてあげて、全部やっていきます。で、そしたら今度ここからギューッと引っ張り上げていきますね。で、引っ張り上げてから、このね顔を今引き上げてるので、この顔が引き上がった延長線上でちょっとね私は止めておきたいので、髪の毛を少しねこの引き上げる延長線上のところにちょっと強めにね縛っといて、これあの寝るときはね外すんですけど、だいたい10分ぐらいはいつもね縛ってる位置よりは少し上目に縛って、ここをね引き上げていく状態にしてあります。はい、だいぶ頑張りましたね。はい、どうですか、あの少し軽く痛かったりとかね、自分の中でどっちが動きづらかったですか？私今こっちがねやっぱりちょっと動きづらかったので、こっちの方がね落ちてるんだなっていうのが分かると、少しねケアの仕方で少しこの気になるなと思うことをところを最後ね総仕上げの状態でここね、あ、ゴリゴリしてるなとかね、自分のね目の部分とか、あ、ここ疲れてるのかなとかっていうのを仕上げてやから、ヘアアイロン、はい、どうですか皆さん結構皆さんねたるみがね気になりますとか、あのやはりね少しやっただけでも顔は上がるんですけども、それを上がり続けていくってい こう維持をさせるっていうのは自分の筋肉を鍛えるね、それに限ります。はい、ね、ほぐすね、鍛えるねっていうところっていうのはもうね大事なんですね。なので今日は鍛える、うん、これはもう週にね1回はやっていただけるとかなりね顔の形は違ってくると思うので、頑張ってみてください。はい、毎日やるのは元気ですからね。まずこれやったら3日空けてください。皆さん今日一緒に頑張りましたね。はい、明日ね結構ねどんな感じになってるか楽しみにねしながら、毎日ねお手入れ頑張って綺麗になっていきましょうね。はい、あのいつもね皆さんコメントをね書いていただいてありがとうございます。あのコメントね本当にあのなかなかあの今ちょっと多くなっちゃって返せない感じになってきてるので、ハートマークはねつけさせていただいてるんですけども、皆さんちゃんと読んでます。はい、それをねしっかり動画にね反映させていったりとか、あとメルマガとかでもあの非常にね、しっかりね、皆さんのためになる美容のね、情報とかも流していきたいと思ってますので、アンチエイジングキレイ通信っていうのも書いていますので、もしねよかったら一緒に読んでください。下のね URL 載せときますので、皆さんよろしくお願いします。では皆さん一緒に綺麗になっていきましょうね。ではまた次の動画でお会いしましょう。